皆さん聞こえますでしょうか。最近ですね、私は思ったことが一つありました。果たしてゲームを隠すとは何なのかと、ゲームを隠せばゲームがやらなくなるのかと、それは違うと思ったんですよね。ゲームを隠すイコールゲームができないなんですよね。はい、というわけで今日はこのママにゲームを隠されたっていう、なんかめっちゃ人気の、もう多分みんな知ってると思うんだよ。多分みんな聞いたことあると思うんだけど、俺やったことないのよ。やったこともないし、見たこともないのよ。で、一回やってみたいと思ったので、早速今日はね、ゲームを隠されていきたいと思います。早速今日はね、ちょっと急な話にはなるんですけど、高評価とチャンネル登録押してくれたら足めっちゃいい匂いになります。だから今すぐ押した方がいいよね。よし、エピソード1からやった方がいいのかな。よし、行ってこう。なんかちょっと、音楽流れ始めたんだけど、おしゃれな。あ、来た。あ、これ、こいつですよ。やってると。なんと、マザーが入ってきたと。マザー怒ってる。翌日、ゲームやって怒ってたと。そしてゲームがなくなったと、突如。事件の匂いがすると、ないと。あ、もう見てください。もう、ほら、ちょっと漏れそうになってると。やったね、許すなと。 OK。 なんだこの広告、バスシミュレーター。いらんねん、バスなんて。バスの運転の仕方なんてわかるねん俺。よっしゃ。あ、これなんかあれだね、カレンダーみたいになってんだねこれね。じゃあ早速1日目からやっていきましょう。1日目。ん、え、何これ。あ、普通にもう隠されてんのゲームが。なるほどね。だからこういう棚とかを開けて、見てください、これ。なんもないとね。あ、これ怪しいね。あ、本棚の裏怪しくない？本棚の裏。おいーと。やっぱこのアプリね、ちょっと古いからかな。もう DS が古いのよ。見てこれ。これ見てこれ。見つけたと。最高。はい、次。二日目。多分お母さんも、どんどん成長してって、頭が良くなって、頭が大きくなってくんのよ。なんか怪しくない？なんか足生えてんね。このカーテンから。怪しいカーテンがあると。まずこの棚さ、おっと？脚立みたいのがあんね。そしてこの裏には？マザー。え？え？マザーに見つかったら殺されんの？どういうこと？どういうこと？どういうこと？ちょっと。そんな話聞き。だからこの脚立をうまく使ってことね。アイテムを駆使して。お！あ、そういうことか。上にあったから、アイテムを駆使してぶんどっていくと。見てください。お母さん、何これ恥ずかしい。お母さん恥ずかしいね。お母さん自分忍者だと思ってんのよ。で、ちょっと足が見えてる。あれと一緒じゃん。犬とかね、動物も、自分から見えてなければ、相手から見えてないって思うらしいのよ。日本語合ってる。だから、ただね、この写真見てこれ。これ、IQ これ2。はい、じゃあ3日目。来た参りましたよ。あ、ちょっと見えてんね。もう見えてんねよ。こんなね、簡単な、もう見えてるってお母さんもう。まずこの放棄でね、ゲットすると、それじゃ放棄でぶっ叩くと、お母さん襲ってきたら。これでしょ？ほら、もう見えてるから。はい、3日目も余裕でクリアと。この動画だけで多分ね、全部クリアする。はい、4日目。もう、ワニいるわ！クロコダイル！まさかの部屋に！お母さん、そして変態みたいになってるというね。もう、ぶっ飛んできてるぞ、いきなり。4日目からして一気にぶっ飛んだね。これなんか木の枝があると。オッケー、なんか分かってきたよ。これ多分開けるとお母さんが、よいしょ、出てくるから、多分これ取れないでしょ？じゃあそこ。ワニに腕噛まれておいて、うわぁ、畜生ってなんないだろ、普通。よし、じゃあ、わかった。とりあえずね、これ、木の枝、ぶんどります。はい。で、この木の枝をワニちゃんにあげます。あげないんだ。そういうことね。口を、開口させておくと。賢いね。確かにね、あんまりワニと接触することなんてないもんね、部屋で。普通は。なんだこれ。なんだこいつ。何やってんだ。え、何これ。なんなのこの人。え、待って、主人公もぶっ飛んでない。なんで普通に入っていくの、部屋の水たまりに。これだから壺だよね。壺を破壊して、え、でもお母さんいるくね。あ、でも、ええ、なにこれ、黄色の DS なんだけど。あ、入れた。いや、そういうことか。あなたが落としたのは、この黄金の輝く DS か、白い DS のどちらかでしょうかと。私が落としたのは、この黄金の DS だと。違ったわ、そりゃ。そりゃそうだと。もう待って、広告を許すな、マジで。え、待って、お母さん久しぶりにちょっと、かわいそうになってきた。もうなんか、毎日ずっとこんなことしてんだよ。お母さん。
お母さん、たまにはちょっとお母さんにも気づいてあげないとかわいそうになってくるから。でも皆さん、これもし部屋でこんなことが起きてたら、ちゃんと DS を取り返した後に警察呼びましょうね。ね、ちゃんと知らない人が家の中の水たまりから出てきたと言えば警察来るんで。もうなんだこれ、もう何、おい、これお母さんでしょ絶対。ハエがいると。ハエ、ハエアイテムなのか。で、組体操してると、家のど真ん中で。で、このハエをね、ブーブー飛ばせると、どうせ吹っ飛んでいくんでしょ。ほら、崩れかけてる。はい、みんな、はい、嫌いだと。で、タンスが開いて、はい、はい、はい、とね。組体操で俺を止められると思うなよ、と。7日目。1週間経とうとしてる。もう、何、何がしたいのこれ。ゲームは1日1時間。それは弱者の思考ですよ、皆さんね。強者はゲームは1日、25時間。え、待って、お母さんいなくね？お母さんいない。何これ？あ、わかった、これ外すんだ。画鋲抜きみたいので。ほら、画鋲ゲットした。この画鋲を使って、みんな死んでんだけど。うえー、そしてでげうえやり、俺ほんと初見なんだけど、なんかバイクになったし、さっき自転車で穴開いたからって、もう家無法地帯やん、これ。なんだこれ、横断歩道のあれあんだけど。埋まってるし、なんか。あ、なるほどね。え、跳ねられたんだけど。おい、めっちゃ跳ねてくんだけど。これを押さないとダメってことね。これが、オッケー、急げ。クリック速度、うぃー、あったよ、あったよ。で、これが運転者目線、でしょうね。我々のレベルになってくると、言葉を話さずとも、ゲームを取り返せると、母上から。で、ちょっと母上いなくなったね。絶対拗ねてるね。あんなに頑張って隠れてたけど。ん？魚と、なんだこれ、貝殻焼くんじゃね。焼いた。なんだ焼いてんの。お、お母さん、な、どっか行った。お母さん、お母さん魔法使いだ。お母さん特殊召喚できんの。鮭かサンマ焼くとお母さん出てくる。特殊召喚モンスターやん。鮭かサンマかよくわかんないけど、魚を焼いちゃダメだと。この貝殻ですよ。この貝殻を焼くと、見てください。なんと多分中から DS 出てくる。中、絶対出てくる、中から。ほらほら、もう終わって、もうやばい、もう。これ DS 絶対壊れてるやん。なんか俺もね、昔小学生の時ね、ポケットモンスターダイヤモンドっていうゲームでね、なんか変な裏技があったのよ。なんか四天王のとこでドアに向かって波乗りすると、異空間に行けるみたいな。それダークライとかがいるんだけど、俺もうめちゃくちゃして、故障した。うぞうさん来たわ。お母さん大変だな。ここまでしてゲームを阻止したいかと。ゲームするの。トイレットペーパーあるし、リンゴあるし、食料がめちゃくちゃ増えてきたと。なんだこれは。お、食ったトイレットペーパー。全部食わせるってこと？俺も食え。うんこしたんだけど。なんかそんな気はちょっとしてたのよ。こいつこんだけ食ったら相当いっぱいうんこするんだろうなって。あ、負けたんだけど。あ、わかった。あれだ。食料は食べさせるわけですよ、全部。皆さん、うんこした後どうしますか？いや、食べないです。食べません。トイレットペーパー使いますよね。そしたらほら、綺麗にふきふきできると。お尻プリプリしてるときふきふきするでしょ？お尻、うんこした後、お尻ふきふきしない人は、汚いです。正直。もう正直言っちゃいます、これ。炎上するかもしれないけど、うんこした後、ケツ拭かないやつは臭いです、あと。オッケー。11日目ね。はい、爆弾があると。はい、もうタイムリミットあるね。おっしゃい。お、あ、消火器で。鎮火せよ。お母さん出てきた。なんなんお母さん。お母さんどういうことお母さん。昔忍術習ってた。もう代表的な現れ方や、忍者の。これどうすんのこれ。これ爆発させんじゃね？普通に。で、ありえますよね。ほら。何それ。確かに人生時にはリスクを犯さないと高みにはいけないと。そういうことなんですよ。このゲームは人生教訓ですよ。いや、まさか爆弾の中に入ってると思わないと誰も。私も一本取られたと、そこは。おじいちゃん出てきた。おじいちゃん、そう出てきた、いきなり。ウォシュレット？何これ？謎のドアがある。水があると。なるほど。だから、おじいちゃんに水をあげると、なんとおじいちゃん大きくなると。飲むんかい。葉っぱにあげるんじゃない？
お母さんが葉っぱから生まれた。お母さん怖いって。お母さんこれもう分かった。おじいちゃんに水をあげまくっておじいちゃんを巨大にすると。あ、分かった、違う、おじいちゃんに水あげまくってトイレに行かせるんだ。でウォシュレット使わせてウォシュレットの中からディス出てくるんだ。さあトイレ行け、おじいちゃん。ほらほら見て、震えてる。もう漏れると、もう漏れるとね。そして浮遊していったと。見ました今の。あれ、ザブトン。まさかの。なんか隠すときって意外とこういう明らかな場所って探さないからね。ちょっと賢くなってきたぞ親が。13日目、おじいちゃん座禅組んでます。そしてなんか蛇がいる。チェキショー。なんだこれ、なんだこれ、あれやん、殺人鬼のマスクやんこれ。え、ゼルダみたいなペンダント出てきた。ゼルダにありそうな。なんだこれ、おじいちゃんにつけんじゃん。おじいちゃん、おじいちゃん、クレイジーおじいちゃんになったぞ。これあれか、普通に杖か。じゃあ違う、ゼルダのペンダントあげるんじゃない。ほら、浮き始めたわ。超能力をゲットした。これでマスクつけんの。え、なに、あ、またザブトンかい。ほら俺がさっき言った通りになってるじゃん。明らかな場所を探さなくなってしまうと人間は、人間の心理に基づいた行動をとってしまうと。でもまさかおじいちゃんが受けるとは思わなかったね。 NEXT STAGE Let's go。 というわけで新キャラが出てきました。ここではい、窓、まずカーテンを気をつけましょう。カーテンの裏に母上が隠されてる可能性があります。そしてなんかあるね。なんだこれ、財布ゲットしたと。はい、財布、どっから来た今の警察は。こいつ誰だ。お母さんかいこれ。新キャラだと思ったらお母さんかい。おいおい、よくないって。お母さん、そういうフェイントね、フェイントはよくないって。この下になんかあるのよ。これなんかあるでしょ、なんかあるでしょ、見える、これ、これ何、これ、これ見えますか皆さん、よく見てください、これよく見てください。んー、新聞紙だねこれは、どう見てもね。え、どうすんのこれ。あ、枝がある。いけ、 DS かい。いや DS かい。いや DS かい。やはり、というわけで皆さん、2週間経過しました。ゲームを隠されてから。また続きとかね、もしまたやってほしい方がいたら、ぜひ、高評価とチャンネル登録、60万回お願いします。そしたら、私もこのゲーム、60万回やりたいと思うので、ぜひ見に行くから、You kiss your mother with that mouth!